ノベル AI コントロールツール括弧コントロールネット機能の使い方。目次です。1、コントロールツールとは。2、カラースワップ。3、フォームロック。4、スクリブラー。5、ビルディングコントロール。6、ランドスケーパー。ノベル AI コントロールツールの使い方。ノベル AI にコントロールネットが実装されました。コントロールツールという名前でイメージトゥイメージで利用することにより様々なことができるようになっています。今回紹介する主な機能、カラースワップ、フォームロック、スクリブラー、ビルディングコントロール、ランドスケーパーを解説していきます。カラースワップ、フォームロック、スクリブラーはキャラクターを生成するときに使える機能で、ビルディングコントロール、ランドスケーパーは背景を生成する場合に適しています。ノベル AI コントロールツールの使い方。この機能はイメージトゥイメージを使用します。イメージトゥイメージは画像を取り込んで画像生成することを言います。1、画像を取り込む。2、呪文の入力。3、生成。という感じです。今回紹介するコントロールツールは1と2の間で使用することができる機能なんです。つまりイメージとイメージをさらに発展させた機能なんですね。画像の取り込み方。まずは画像の取り込み方を解説します。画像を取り込むには2通りあります。1、生成した画像をそのまま利用するには生成画像の上にあるベース画像として利用するボタンを使用します。2、すでに保存してある画像を使う場合には参照画像を追加のアップロードボタンから画像をアップロードします。画像が読み込まれると、左側の I2I のメニューに読み込んだ画像が表示されます。この下にコントロールツールがあります。ディテールズを押すと分かりやすい図が展開されます。カラースワップの機能を解説。まずは、ノベル AI のコントロールツールの機能の一つ、カラースワップについて解説していこうと思います。カラースワップは、画像から線画を抽出し、その線画を利用して新しい画像を生成する機能です。線画自体を抽出するため、細かいディテールまで再現することが可能なツールなんですね。カラースワップの使い方。1、画像が読み込まれると、左側の I2I のメニューに読み込んだ画像が表示されます。この下のコントロールツールにカラースワップがあります。今回はこの機能を使っていきましょう。2、コントロールツールを使用して変換の横にあるディテールズをクリックして展開します。次にカラースワップを選択します。展開しなくてもアイコンボタンを押しても大丈夫です。3、カラースワップボタンをクリックするとこのように線画が抽出されます。調整メニューを表示でこの線画を微調整することが可能です。コンペアボタンで元画像と見比べながら調整しましょう。しかし、ほとんどの場合において最初に取り込まれた線画で問題はないと思います。4、次に呪文を書き込んでいきます。再現したいキャラクターや背景を指定してみましょう。5、ツール影響度は初期値は 1.0 になっていますが、0.4 から 1.0 のあたりがいい感じになると思います。ただ低すぎると構図通りにならない場合もあります。ここは試しに何度か微調整してみるのが良いでしょう。こちらは作例です。線画からこんな感じに様々な色や背景で生成してみました。簡単に呪文で変化させられるので、かなり便利だと思います。生成された線画の編集方法。生成された線画はペイントツールにて編集することが可能です。編集するにはカラースワップの横にあるペンマークをクリックします。ペイントツールに移動しますので、ここで線画を足したり消したりすることが可能です。保存して閉じるは編集したデータを利用して I2I の画面に戻ります。ダウンロードボタンは画像をダウンロードすることができます。こちらはツール影響度による変化を比べたものです。ツール影響度は 1.0 がデフォルト値で 0.1 から 2.0 まで調整可能です。一番左が元線画。0.1 は最小値のためか、ツール影響度が低くなり、もはやキャラクターのポーズが変わってしまっていますね。0.5 だとポーズも合っていますし、かなりいい感じだと思います。
1.0 だとポーズは合っていますが、かなり色がくすんで塗りが悪くなっています。1.5、2.0 だと色が正しく出ていないような感じです。やはり 0.5 など若干低めにしておいた方が結果が良くなる傾向にあると思います。フォームロックの使い方。フォームロックは画像の 3D 形状を認識して構図やシルエットを抽出する方法です。画像を読み込むとこのように深度情報を持ったシルエットが生成されます。このシルエットから画像を生成することが可能なんですね。似たキャラクターのポーズを生成するのに適しています。カラースワップとの違いは線画ではなく面から生成されますので細かいディテールを無視できるところです。服装などを変えたり背景を変えたりすることが簡単にできるんです。1. 今回はこの画像を読み込んでフォームロックを使用したいと思います。この画像の生成呪文は、ワンガールソロ、ブロンドヘア、レッドアイズ、ドレス、ホワイトバックグラウンド、フルボディです。シンプルな背景にすることでキャラクターのシルエットが取りやすくなります。生成された画像を取り込むので、上にあるベース画像として使用するボタンで I2I に取り込みます。2. 画像を取り込んだ後にフォームロックを選択。キャラクターの大まかなシルエットが抽出されます。3. ではここから呪文をブルーヘア、ブルーアイズ、ホワイトドレス、シティスケープ、ツール影響度 0.5 で生成してみました。キャラクターのシルエットを保ったまま、青い髪で白いドレスの女の子は生成でき、背景も狙い通りの街の風景になりました。こんな感じにキャラクターのシルエットから同じポーズのキャラクターを生成できました。さらに呪文を変えて生成してみるとこんな感じに。同じポーズで様々なキャラや背景が生成できました。シルエットなので服の模様の自由度が高いですね。スクリブラーの使い方。スクリブラーは落書きや線画から画像を生成することが可能な機能。特にイラストを塗る前の線画を取り込んで着彩といった使い方が可能です。1. まずは簡単に落書きを用意します。それではクリスタでレッツお絵描き。特徴のあるポーズにするために手を前にしてみます。特徴の出やすいツインテールにします。服は汎用性のありそうなシルエットにしました。できましたね。2. 先ほど書いた落書きを参照用画像を追加でアップします。3. 画像を取り込むと I2I メニューに落書きが表示されます。ここからスクリブラーを選択しましょう。4. スクリブラーを選択するとこのように大まかな線画が抽出されました。コンペアで元画像と比較するとだいぶ線画が省略されて雰囲気だけが残っている感じです。ここから呪文を入れて生成していきます。するとこんな感じに線画の雰囲気に合わせて画像が生成されました。しっかりと落書きのツインテールやポーズ、服装などが影響を受けているのがわかります。どんどん呪文を変えて生成してみるとこんな感じに。落書きからここまで画像生成できるようになったのは絵描きには嬉しい機能ではないかと思います。またモノクロ作品などからも生成可能になりますので自分で過去に描いたものや生成したものなどを使用してみるのも良いと思います。ビルディングコントロールの使い方。次に背景生成系のビルディングコントロールの使い方です。ビルディングコントロールは画像から特徴のある線情報を取り出し、その線をもとに背景を生成する機能です。名前からもわかる通り人工物に適している機能です。ビルディングコントロールの使い方。1. 今回はミッドジャーニーで生成したこの画像を使ってみましょう。画像を取り込んでビルディングコントロールを選択。
2、画像を取り込んでビルディングコントロールを選択すると、このように線画が抽出されました。この線画を参考に画像が生成されます。3、次に呪文を入力し、生成すると元の画像と同じような構図の風景が生成されました。元の画像に近い構図になりました。このように人工物での背景生成に役立つ機能です。こちらは作例です。線画からこんな感じに様々な色や背景で生成してみました。簡単に呪文で変化させられるので、かなり便利だと思います。ランドスケーパーの使い方。次に背景生成系のランドスケーパーの使い方です。ランドスケーパーは画像から特徴のある面での色情報を取り出し、その塗りをもとに背景を制作する機能です。その特性から自然物の生成に適している機能です。ランドスケーパーの使い方。1、参照用画像を追加、2位の横にあるアップロードボタンからミッドジャーニーで生成した風景を読み込みます。2、画像を読み込むと画像が i2i に表示されます。3、ランドスケーパーを選択。4、簡単な塗りの背景が生成されます。5、呪文を入力し画像サイズなどを設定。色分けされた塗りのラフ画から背景画が生成されました。いい感じの草原や山、青空が生成されました。こういう感じに色分けされたラフ画と同じ構図で生成することができるんですね。それでは作例を見ていきましょう。ラフ画と同じ構図になっており、時間帯や季節、風景そのものを変えてみました。どれも美しく再現されています。最後に、ノベル AI のコントロールツール実装でできることが多く増えました。キャラクターや背景のイメージトゥイメージでかなり使えると思います。特にカラースワップでは色が気に入らない部分を大幅に修正できるし、ホームロックでは大まかな形を保ったまま新しいキャラクターで生成可能です。構図が気に入った場合、使い回すと良いでしょう。スクリブラーでは落書き、ラフ画などを取り込んで画像生成することが可能です。ノブレ AI の絵柄で落書きを完成レベルまで引き上げてくれるので絵の参考にすることができます。ビルディングコントロールやランドスケーパーは背景生成に役立つ機能で、特に写真や似た画像から生成することが可能です。特にラフ画状態からでも背景を生成できるので、手軽に落書きを取り込んで生成するのも良いと思います。それでは今日はここまで。このようにこのチャンネルでは AI イラストについて発信しています。いいなと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。